画用紙の切れ端でハロウィンのお城を作りましょう。まず土台を作ります。台形に切ってください。次に L 字型に切ったパーツを左右に貼りましょう。次は城壁の一番上の凸凹の部分を作りましょう。細長く切った画用紙に色鉛筆で線を引き、線のところまで同じ間隔で切り込みを入れていきます。これを一つ飛ばしに折っていきます。一度折り目を伸ばして糊をつけたら折ったところを貼り付けます。これで凸凹が出来上がりました。これを城壁の一番上につけます。さらにお城を上へ上へと高く伸ばしていきます。少し斜めに切った紙を上が広がるように貼っていきます。これで塔を何本も立てます。凸凹のパーツも付け足しましょう。一番上にはとんがり帽子の屋根をつけましょう。お城の形ができたら、黄色の画用紙でドアや窓をつけます。半分に折って、形を描いてから切ると切りやすいです。置いてみてちょうどいい大きさなら、糊をつけて貼りましょう。小さい窓も同じようにして作っていきます。四角い窓も作りましょう。丸い窓は切りにくいです。特に小さい窓は丸シールを貼りました。ドアや窓の枠は黒いペンで描いていきましょう。大きなドアや窓はペンの太い方を使って描きます。小さな窓は細い方を使って描きます。一番小さい窓はもっと細いペンを使いました。これでお城の完成です。紙を継ぎ足しながら作るので大きさも形も好きなように作ることができます。切れ端でできるので紙も無駄になりません。
飾る場所に合わせたお城を作ってみてください。